さあ関さんやってまいりましたよ。やってきましたね、ついに。今回は日本を脱出してどこへ行くのかというと、はい、ベトナムです。私も初めてなんですよ。なんかもうゴルフ好きにはたまらない場所だって聞いてるんですけど。私も噂は聞いてますよ、はい、今回は、はい、メイティス観光さんで行くゴルフツアーということで、そう、はい、数々の場所を回りますよ、ね、ベトナム航空で行くんですよね、うん、そうなんです。楽しみ、書いていただき、食べ物、ゴルフ、そして観光も全部合わせて楽しんでいきましょう、うん、はい、じゃあ進みましょう、はい。近年世界中の観光客から大注目のベトナム。この番組ではそんなベトナムの最高なゴルフの楽しみ方、絶品グルメ、めっちゃうまいわこれさらに人気のリゾートをご紹介。ベトナム最高だベトナム最高ゴルフ新発見、メイティス観光で行くダナン・ホーチミンの旅、スタートです。まず私たちが向かったのは日本から5時間半、今世界が注目するベトナム屈指のリゾート地ダナン。今回はベトナム航空を利用、最高クラスの設備サービスで快適な空の旅を満喫できます。さあということでベトナム着きましたね。山本さん、この空気感が違いますね。これなんかちょっと僕も勘違いかもしれないですけど、はい、なんか暑くないですか。いや、間違いない間違いない。まあでもベトナム年中こういう気候なんで、生きてもいいってことなんですね。そうなんだ、はい、運動するにはちょうどいいじゃないですかね。なんかもう動きたくなりますよね。ねえ、本当ですね。ゴルフもそうですけど、これからベトナムもいろいろ見ていきましょう、はい、ちょ1日目のホテルはダナン国際空港から車でおよそ1時間、大自然に囲まれたリゾート、アンサナランコスタイリッシュで洗練されたデザインの建物や内装はカップルはもちろん、ファミリーやグループにもおすすめ。到着後、ホテル内のレストランムーンバでベトナム料理をいただきました。生春巻き、あ、生春巻き、野菜がいっぱいなのがベトナム料理の女性にとってはすっごい嬉しいところなんですよね。あ、なるほど、はい、いいじゃないですか。ベトナムといえばの生春巻き、いただきます。ミントの香りがすごくいい。ミントの香りがするんだ。やっぱりベトナムって香草系がいっぱいあるじゃないですか。香草ね、そうかそうか。でも程よい辛さが、私はちょうどいいぐらいです。あ、本当ですか。キューピーさんも行ってみてください。いいですか、いただきます、いただきます。仕事頑張ってきてよかったなと思いますよまだ最初の一皿目ですからね。いや、もう一皿目からも抜かりがない。うん、うん、でもやっぱり爽やかな香りがいいですよね、うん、他にも美味しいベトナム料理を堪能し、雰囲気も最高で、すでにベトナムの虜に。さあ、美味しい料理いただきまして、はい、明日に向けての期待が高まるところなんですが、うん、期待感かなりマックスですよね、今ね。そうですよね。わ、そうだよ。ホテルからもうカートがさっき見えたんですけど、だから平日って本当にすぐ部屋から行けるみたいな感じなんですよ。ああ、もうまさにリゾートの王道みたいなところですか。それを我々明日体感させてもらえる、はい、やだ、嬉しいじゃないですか。18ホール、ね、あ、キューピーさんとバレるのも緊張するお教えしましょう。いや、なんならじゃあもう明日に向けてね、美味しい料理で栄養つけて、はい、しっかり休みましょう。はい、よろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします。2日目はいよいよベトナムで初ゴルフ。ゴルフ場には専用カートで向かいます。でかいカート。ラグーナゴルフランコーはニック・ファルト設計のチャンピオンシップコース。山と海の大自然に囲まれた全18ホール6961ヤードパー71のコースです。さらに広大なドライビングレンジやアプローチ練習場も素晴らしく、最高の環境です。さあ、ゴルフ場の中にやってまいりました。来ましたね。景色見渡してちょっとキュービーさん、はい、これは田んぼがあるんですけど、これはだいぶ田んぼ越えのミドルホールということです ね。いや、初めてそんなしかも結構田んぼですよね。まあまあ田んぼです。しかも多分田んぼあれ、はい、ね、なんか
作業されてる方方もいらっしゃいますし、いやちょっとあのね、あそこに僕のね目の錯覚かもしれないですけど、あの人型のものが見えるんですよね。 あれはカカシというやつですね。カカシですね、はい、カカシの方向に打つと良くないんで、カカシは避けていきましょう。そうですね、はい、ではフェアウェイをちゃんと見極めながら行きましょう。はい、はい、行ってみましょう。よし、あーでもうん、ちょっと低めですけど、うまい、ナイスショー、狙いどころ、おーバッチリ完璧、ベトナム初1球目、素晴らしい、はい、よし、行きましょう。はい、おー、ナイスボール、あーいい感じですね、ストレートで、うん、あ、イメージ通り、ナイスです、ナイスです、はい、おー、ナイスアウト、止まって、オッケー、高さは出ましたけど、ナイス、結構なスライスですけど、いやこれはすごいね、ナイスタッチじゃないですかこれ、ね、ナイスタッチです、はい、よかった、わあナイスボール、 Thank you、 これ完璧ですね、はい、拍手が出ましたよ、ナイス、ありがとう、嬉しいナイスボールです、はい、行きましょう、おーナイスショー、これまた完璧ですね、いやーナイスナイスパー、素晴らしい、いやいいプレーでしたね、今日はいいスタートを切った気がします、いいですね、ベトナム初日のラウンドでしたね、はい、よかったです、どうもお疲れ様でございました、お疲れ様でした、山本さん、はい、最高、本当にね、はい、素晴らしい環境でゴルフができるところなんですね、うん、景色も海も山もあり、うんうんうん、最高じゃないですか、もう本当に心の底からゴルファーを満足させるリゾート、いやここはもう充実です ね、 ね、そういうことですね、でもここはもうゴルフ場ですけど、はいはい、ここからすぐそばもベトナムといえば世界遺産がたくさんあるんですよ、あなるほど、ホイアンの世界遺産をこれからちょっと観光もせっかくですからね、そういうことですか、はい、いいんですか行って、ゴルフだけじゃなく、あ、そうですか、世界遺産と、はい、そしてまたベトナム料理と、そういうことですね、はい、楽しみましょう、行きましょう、はい、ゴルフを終えやってきたのは世界遺産の街ホイアン、ノスタルジックな街並みが広がる大人気のスポット、ちょっとお腹も減ってきたんじゃないですか、じゃあちょっと素敵なレストランなんか予約してるから行ってみましょうか、訪れたお店はホイアンの旧市街にあるさくら、なんと安倍総理も会食で訪れたことのある名店なんです、実はこのお店である方と待ち合わせをしているんですが、その方とは上から川を乗っ、出た、あ出た、ちょっと来るの遅いじゃないですか、スペシャルすぎませんか、ちょっと待っていたのはスペシャルゲスト、荻原杉春さん、荻原さんと合流しホイアン名物をいただきます、ではよろしくお願いします、乾杯、乾杯、いただきます、ベルが始まります、これ何ですか、このホイアンという街の名物の汁なし麺の顔を、もらう、しっかりとお肉と、うんうん、パリパリの和と混ぜるっていうホイアン名物麺、いただきましょうよ、いただきます、はい、いただきます、お、しっかりした味でしょ、しっかりした味、はい、美味しいです、これあのカオラウって、うん、伊勢うどんが元になってるらしいんですよ、だからベトナムって日本人が昔来て、はい、いろいろな文化を伝えたらしくて、そういうのからこの伊勢うどんが発祥になってこのカオラウができたと言われてる、ルーツは日本、うん、結構いい景色がだいぶ日が暮れて簡単が目立ってきましたね、うん、ここからじゃあ食べた後は散策っていうのもいいですね、わかりました、やっぱ九州、はい、しっかり飲んでしっかり食べて、はい、腹ごしらえをしていきましょう、はい、この後世界遺産ホイアンのランタン祭りへ向かいます、さあ食事が終わって、うん、ランタン祭りの中に入ってきました、すごい、ね、す
すごい人ですね。すごいね。アジアの活気ですね、これがね。いわゆるね。なんていうの？ノスタルジックな雰囲気っていうの？なんか初めて来たのになんか懐かしい感じがしますよね。確かにね。しますね。そうだ。言われてみれば、ね、だからなんか昔の日本を感じるような。なるほど、なるほど。ということでちょっと灯籠買ってきました。いやいやいや。気持ちを込めて願い事ね。はいはい、何ですか、はい、お願い事は。私は明日のゴルフでいいスコアが出ますように。お、荻原さんは。家内安全、商売繁盛。あ、じゃあ便乗行きますか。いいですか。どうぞ。わー、おいったー。みんなの願いがあって流れていくわけでしょ。みんな願いがね、みんな何をお願いしたんですかね。みんなの思いがあるということですね。はい、さあ、灯籠も流したということで、はい、もうあとは明日のゴルフですよ。いやー、もう楽しみですね。お、いや、話によるとはベトナムのゴルフ場すっごくいいって言うじゃないですか。そうなんですよ。特に明日行くと特にいいとこですから。はい、じゃあ明日のゴルフを楽しみに。はい、はい、よろしくお願いします。はい、明日もよろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。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 3日目にやってきたのはホイアンから車でおよそ30分、5つ星の大型高級リゾート、ヴィンパールリゾートゴルフナムホイアン。2018年7月にオープンした、人気になること間違いなしのまだ新しいホテルです。隣接するゴルフ場は芝から打てる練習場もある。全18ホール、7038ヤードのパー72、まさに高級リゾートの名にふさわしいコースです。おはようございます。おはようございます。ということで今朝はヴィンパールゴルフやってまいりましたよ。やってきましたね。すごい美しい、白い砂が美しい、ね、本当に。早速ラウンドの方行ってみましょうか。はい、はい、1番ホール309ヤードです。はい、よいしょ。はい、ありがとうございます。ナイスストレートボールで、気持ちいい。このティーショットで今回のベトナム旅がどうなるかも占う、占っちゃうわけですか、ここで。ですかね。オッケー。あー、ちょっと左行った。まあ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 、いいんじゃないですか。少し引っ掛けた。まあ、まあまあ、オッケー。全然全然。オッケー。ボールはすごいいいとこ行ってますよ。はい、ナイスです。いい旅になりそう。やっぱなんかベトナムのゴルフ場ってもうこの質感、空気感いいですよね。いいですね。うん、最高。最高のリゾートっていう感じですよね。っていうか、だってもうここすぐ海なんですよ。ああ、そうなんだ。そう、そうだそうだ。海沿いのリゾートで、もう隣にゴルフ場で。なんかゴルフ場の造成的に言うと、うん、敷地面積がやっぱり大きいんで、うん、ゆったり作ってあるんですよ。なるほど。日本と結構手狭でこうね、こじんまりしたコースが増えるんですけど、こういうグリーン周りとか、うん、なかなかないので、うん、ナイスショー。ちょっと左目だけど、まあ、いい感じですね。まあまあまあ、まあいいですね。はい、はい、ナイスショー。行きましょう。はい、行きましょう。ツーオン。はい、ツーオン目指せます。距離は、ま185ぐらいですね。はい、はい、いや、もうぴっしゃり乗るんだろうな。ベタピンですかね。ベタピンなんだろうな。いきます。お、まっすぐピンに向かって、どうかな。ゴーゴーゴー。一応ピン方向に、おー、乗った乗った乗った。あ、やった、やりました、やりました。いやー、もうね、ありがとうございます。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 まあ、こんなもんですなんつってね。マイパー、ありがとうございます。ありがとうございます。ベトナム最高だ。ということでヴィンパールのゴルフが終わりました。はい、あ、終わっちゃいましたね。ナイスプレーでしたね。でもね、ありがとうございます。今回調子良かった。さすがお見事。いや、体もあるから、うん、やっぱりね、気候がいいんでね。そうですよ。ベトナム最高ですね。はい、気分も上がってますし、なおさらじゃないでしょうかね。まだ1泊2日でね、全然ベトナム感まだまだこれからありますから。はいはい。こっから今度は、うん、ホーチミン編を。ああ、そうか、そうなるんですね。さらに南へ。そう、中部から今度南南下します。はい、飛行機の時間はまだね、夕方6時ぐらいなんで、ええ、まだまだ今ちょっと昼過ぎなんで時間があるんで、あ、ちょっともう少し行っちゃいますか。行きましょうよ。はい、練習もできますね。練習できますよ。はい、あ、明日のために頑張りましょうか。はい、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ゴルフ新発見、名鉄観光で行くダナンホーチミンの旅、いかがだったでしょうか。ゴルフはもちろん、美味しいベトナム料理、さらに観光と、本当に大満喫のダナンでした。皆さんもぜひ、
ベトナムゴルフのパイオニア名鉄観光で素敵なゴルフ旅行に出かけてみてはいかがでしょうか。